ステファン・アンドリュー・カーセイは、アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市クイーンズ区のフラッシング地区出身の元プロ野球選手、右投右打ち。現在は MLB のミルウォーキーブルワーズのブルペンコーチを務める。1990年の MLB ドラフト1巡目でトロントブルージェイズから指名され、プロ入り。オークランドアスレチックスへ移籍後の1993年8月17日にメジャーデビュー。当初は先発として起用されてきたが芽が出ず、1998年のクリーブランドインディアンス移籍後からリリーフへ転向した。1999年からはブルペン陣の一角に定着し、50試合に登板して10勝を挙げた。2000年は72試合、2001年は74試合に登板した。ニューヨークヤンキースへ移籍の2002年は78試合に登板し、マリアノ・リベラが故障で不在時には、代役でクローザーを務め、12セーブを挙げた。その後、再びアスレチックスでプレーの2006年を最後に引退した。引退後は、インディアンス傘下のマイナー球団で投手コーチを務めた。2019年からは、ミルウォーキーブルワーズでブルペンコーチを務めている。ありがとうございます。